あ、うんじゃ。じゃあ、人吉に着きましたんで、これから人吉で相馬にね、ちょっとお土産を買いたいなと思うんですよ。なんで、相馬から、酒とつまみと馬刺しっていう、まあそのリクエストいただいてるんで、それちょっと買っていきたいなと思いますけども、閉まってるんだな。いろんなとこが閉まってるんですよね。ちょっとまあちょっとパッと映して見て、あのあ、お土産って書いてある、あの青柳閉まってるんだ。今日あのカメラはね、弟の空にお願いしてるんですけど、ここだけちょっと歩こう、ちょっとあるかもしれない、なんかそうね、ちょっと俺そのもう2日ぐらい地元の友達たちと喋っとるけど、めっちゃこう、わかる方言が出てるよ。あの青い神社っていうね、あれは国宝でしたっけ、違うかな、まあまあまあ人吉では有名なね神社があるんですけど、その近くになんかあるみたいな、僕は聞いたんで、そういう買う場所がね、ここ行こうかなっていう感じですけど、歩いて行けますっけ、行けるでしょ、じゃあ一回行こう、行ってみましょう。はい、いやもうね、久々やな。でやっぱ過ごして2日間で思うのは、まあやっぱそんな長くいる場所ではないね。そうね、やっぱり寂しくなってくる、うん、そのやっぱこうなんかしないかもなんて、あ、やっぱほらここって書いてある、青い遊びじゃん、いつして、青い阿蘇神社ね、ほんとだ、でこの近くに、この阿蘇神社、あ、青い神社の近くになんかあると、帰る場所がっていうとこだけは聞いたんで、まあちょっと人がいたらね聞いていきたいですね。そうね、帰るとこありますか、うん、欲しいな、この辺をよく歩いてたわ。いつまで遊んでたの、はい、いつまで遊んでたの、この辺で、この辺で14号やろ中学まではこの辺でやっぱり過ごしてたわけです。うん、モナコパレス行きたいな、モナコパレス、人吉、熊本で有名なんかなはちょっと分からんけど、やっぱモナコパレスっていうパチンコ屋さん、熊本にもあるね、市内にね、あるんだ、うん、まあ、人吉はもともと銀馬車っていうところがたくさんあったんですけど、パチンコ屋としては、僕来たんですよ、モナコパレスに変わってたんで行ったんですよ、昨日。勝った、いくら勝ちました、収支は、まあ、言うてね、ちょい勝ちし、いくら 4,5,000 とか、ただやっぱもう引き強が健在で、ちゃんとこうバルブレイブってのったんですけど、上位 AT の方ちょっと入りましたんで、うん、やっぱちゃんと人吉でも勝ちを収めているという、はい、ほら、だって、こっちですよね、はい、そうです、ごめんなさい、あ、いやいや、あ、あじゃ、あ、青い神社って、青い神社って、これ右ですかね、右です、あ、ちょっとすいません、忘れてて、ありがとうございます、ありがとうございます、いやファンの人が存在しましたね、人吉に、人吉にもまさかのね、捨てたもんじゃない、いややっぱ、嬉しいな、人吉で声をかけられるのは、やっぱり右っつったね、やっぱ右っつったね、 あれじゃん、ハス池が有名だからね、青い神社、ハス池、うん、ハスの花が咲いてるから、あ、そうなんや、今日渡ってきた、うん、今の人完全に相馬ファンやったな緑やったもんな、緑やったね、それお前指入ってない、もう入ってただよな、まあいいけど、人吉の良さを伝えたいみたいなとこあるんですけど、やっぱ人吉の良さって何かなって考えたときに、やっぱ人柄の良さだったんですよ。だからやっぱりこう人とね、ちょっとこう話をして、あ、こういう人いるやんみたいなところをね、ちょっと出していきたいんで、うん、その人柄の良さがいいところであるんですけど、同時にあんまり人がいないっていう、あのやっぱ短所もね、ある。あ、人吉温泉物産館、これです、あり、はい、これです。あ、絶対あれ好きや、相馬ね、ああいうの好きなの、山うにと
まああれも行きましょう。まずは物産館、こちら行きましょうか。とりあえず相馬のリアクションが楽しみなんで、まず、まあ、だから皆にも見せる、まあ、まずこれね、あの緑で白、緑赤とかあったんですけど、まああいつ緑なんで、でこれはこう焼酎なんよね、多分これ本格焼酎なんですけど、うん、ウイスキーに近い感性がある、いう食中酒として最適だから、もう晩酌大好きだから、そんなこれをハイボールと合うんで、氷炭酸で割るとすごい美味しい、うん、で、まあ、これいいでしょ、なんでこれだった。で、あと馬刺しここかな、これが俺明日の朝帰るから持つのかっていうところがちょっと、うん、マイナス18度以下で保存してください。まあ、馬刺しだけかな。でも馬刺しも空港とかあるんじゃない？空港の方が絶対、うん、持ちそうだし。じゃあ捨てるしか、とりあえずこれだけにしようか。じゃあ買うとこもちょっとついて。はい。ありがとうございます。いやでも撮影許可取るの楽勝やな。うん、やっぱみんないい人やけどな。来てるじゃん。あ、いいですよって感じだったの。特に自己紹介もしてない。一旦ちょっとね、青神社はちょっと寄りたいスポットではあるんで、そこね、相馬トランジットチャンネルが爆伸びするようにちょっと今言っとかないと。うんうん、お前結構テクイな、カメラマン、うんうん、お前なんかテクイな、テクイよ、テクイな。まあ空もね、そのうちやっぱ出ないかんから、ラメインチャンネル。そうね、カメラマンテクイな、お前カメラマンやってたから、才能あるんちゃう。やってたからね。ね、やってたどういうこと。やってたとは、やってたから。でも俺より派手な格好すんのやめて。あ、ちょっと、やっぱあれか、これ水害でこんな感じだったっけ。いや、あのね、おくんち祭りやってたらしい。なるほど。で、それで縄がまだ残ってるって。あ、そういうことか。うん、なるほどなるほど。そうね、おくんち祭りがね、あるもんね。よし、かわいい、知り合いかね、あれ。かわいい、やめろ、お前かわいいとか言うなよ。俺がかわいいからお辞儀したみたいになるだろ。この動画で届け、はい、この動画で届けばいい、あの子。青い神社行きましょう。わー、久々やな。タイミングよくな。俺のために咲いてとかってなって。まあ、わかりますか。お願いします。ソマくん。ちょ、来てもらってもいいかな、こっちに。いいですか。僕、はい、来てるしに行ったじゃないですか。はい。あの、お土産買ってきました。おー、はい、嬉しい。ちょ、渡したくて。いいんですか。まあ、まず、はい、これ明太子、うん、これはシンプルに別に久吉がどうとか熊本がどうじゃないですけど、うまい。え、めっちゃ嬉しい、はい、28日までです。おお、ギリやな。明日まで。明日。でも全然嬉しい、はい、今日食ってください。うわー、やった。で、あとはやっぱこう馬刺しですね。うわー、嬉しい、はい、これはマジうまいと思います。めっちゃいいじゃん。はい、ちょっとこうね、スライスですよ。はいはい、うん、
はいはい、めっちゃち、あ、コウネか、熊本といえばブス馬刺しですか。いや、これは嬉しい、はいはい、で、最後、ちゃんとそれに合うように酒、え、ビテーション焼酎です。お、めっちゃいい。これ、焼酎なんやけど、うん、そのハイボールにできるっていう。あ、炭酸、ね、炭酸と割ってくださいって書いてある。見て、ウイスキーに近い完成を楽しみください。うわと書いてあります、ね、嬉しい。一応あのこれ白、緑、赤とあって緑買ってきました。ありがとうございます。え、これはぜひもう飲んでください。え、ちょっとこれ食べたいの、それに。え、それ、これ人吉のおばちゃんがくれた。ええー。それ売ってるところ。あ、めっちゃいい。あ、でも見て、ちゃんとこれほら、人吉って書いてある。そうそう、拍手みたいな。拍手みたいに書いてる。そうですね。確かに。一丁前に。一丁前って言うなよ。人吉で声かけられた。ちょっと嬉しかったな。故郷で。地元のスターだから。いや。もうもはやね。いやそんなことない。だって誰だっけ？え、まあ、だからうっちゃんの次俺。うわ、さすが。いや、それ一人でしょ、初がいねえんだ。うっちゃんかカルビかって今もう二分してんだ。そう。今度アンケート動画やろうよ、それ。いやいや、うっちゃん有名人といえば。ああ、なるほどね。絶対負けるだろ。まあ、あと川上哲治もいるから、ね、あ、野球の神様強いな、すごいのよ、三強がね。確かに川上哲治、内村光良、カルビ。いやいや、三強って言ってる。普通に二強一弱だ。いや、でもありがとう、はい、めっちゃ嬉しい、ま、これ食べるところを相馬個人のサブチャンネルで渡すとこまでにして、あ、家で、また別でって、そうそうそう、あの一人のやつとか、ね、確かにもったいない、ね、俺別に編集するし、あ、オッケー、うわー、やった、ありがとうございます。続きはまたサブチャンネルで、ね、はい、食べるところを。わかりました、ありがとうございます、はい、いや超嬉しい、普通に超嬉しい。いやいや、でも本当にちゃんと考えたんで。いや、めっちゃ全部酒ちゃんと好きそうなものでした、ね、やったね、はい、あれでは明日冷蔵庫行ってきます。じゃあ嬉しい、明日は俺の誕生日プレゼントを買いに行こっか。え、急に。え、これ全部でいくらした？5万。ごめんなさい、7000円です。はい、全然そんなの、じゃあ5万でも買いに行こうか。5万でも買いに行こうか。いや、よかったっす、はい、ありがとうございます。これでようやくサブチャン8分超えれるわ。あー、そっか、そこをさすが大事、8分超えないといけない。じゃあ俺もゆっくり食べるわ。あー、そうね、そっち側ね、そうちょ、こうやってたの。